え、なんで怖い。分かったから、分かったから。バックする車に向かって突進する親グマと子グマ。これは今月19日夕方、日高の新冠町の道道で撮影された映像です。2頭は一度は藪の中に入っていったものの、すぐに道路に姿を現し、またも車を追いかけます。怖い、向かってくるんだ。親子グマが車を追いかけたのは1分ほど。乗っていた人に怪我はありませんでした。親子グマの目撃は札幌でも。今日午前6時40分ごろ、西区西野8条10丁目の畑で親グマ1頭と子グマ2頭がいるのを住民が目撃し、警察に通報しました。親子グマが出没した現場に市の職員と専門家が入っていきます。これから痕跡調査が始まります。クマはすぐに山の中にいなくなったということですが、市が現場の調査をすると痕跡が見つかりました。糞とあと毛が笹のところに引っかかっていたのを見つけました。あと糞の周りとかにですね、クルミがたくさん落ちていたので、クルミを食べに出てきた可能性もあるかと。目撃を受け、付近の小学校では児童の登校を午前9時半頃まで見合わせるなど警戒しました。やっぱり子供一人で外とかで遊ばせとくのはちょっと怖いなって思う時もあります。西区西野では先月15日にも親グマ1頭、子グマ2頭が出没。今月13日には畑で親子グマの足跡が複数見つかりました。さらに今月18日には親子グマが目撃されました。市によるとこれらは同一個体の可能性があるということです。警察は周辺のパトロールを強化するほか、市は看板を設置するなどして注意を呼びかけています。